はい、ニャーさんはどっちです。問題ないですね。ありがとうございます。あれかな、ニコ生と違ってノとかやるの少なくなった。わかんないのかもしれないですよ。キャスト文化とか。手上げても意味がわかんない。そう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 、ノの意味が分かってないかもしれない。そういえばそういう人いたもんね。手上げるって何？俺のニコ生。ありがとうございます。ありがとうございます。わかりますね。はい、ありがとうございます。あと俺がさ一番気になるのさ、閲覧の数だからさ、50人いったよとかさ、今100人だよとか教えてもらえるとありがたい。あの放送中にあれ閲覧映ってないよ。閲覧映ってるよ。どこに？閲覧はここ。うわ、見づらい見づらい。大きくしようか。コメントも大きくしてくれると助かるんだよね。どれくらいにする？この倍ぐらい。倍？できれば倍。そうするとキャプチャーできないよ。ああ。放送画面見れないよ。じゃあさっきのもうちょっと上げる。こうする？これくらい、こういう感じにする。あ、それぐらいがいいです。うん、これだったら見える。見えますね。うん。100いってよとか。はい。教えてもらえるの。100からでいいですか？カウント。うん、50単位とかなんか減ったり増えたりした時は教えてもらいたい。はい、じゃあ今50です。6。6、わざわざ。ありがとうございます。50に行きましたね。あ、かまけんさん、初見さんよろしくお願いします。面白かったらフォローしてください。フォローお願いします。うん、はい、ワドスです。はい、ワドスです。声入れるあ、始まると読めないですよ、どっちみち。コメビも聞こえないです。あ、たくみさんがでしょ。そう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 。録画してる時の YouTube の画面。ああ。どうですかね。あれないとなくてもいいのかな、リスナーからすると YouTube の。
はい、100人超えました。おぞーす。はい、ワドツです。あ、風船10個ありがとうございます。風船10個ありがとう。バンテージ巻くの下手になってるわ1週間ぶりでしょ。和道さんの声が聞こえづらいのは仕方ない。俺の声聞こえない？聞こえますか？ちょっと離れている場所は離れてますけど。でも俺別に喋ってなくね、うん、今。確かに。あ、でもニャンさんさっきからいるから、うん、俺の声聞こえない？音量小さい？小さく聞こえる。うさい。マイクの音量だ。ちょっと巻いたら調整します。ちょっとお待ちください。マイクの音量が小さいんでしょ？マイクの音量小さい？結構出力出てるんだけど。どうみんな？マイクの音量教えて。そんなにダメ？音聞こえない？普段通り。結構ね、出てるはずなんだけど。どうかな？今は聞こえる？俺の声がでかいのか？俺の声がでかいってどういうこと？僕が普通に喋ってるのと和道さんの喋ってる声のバランス悪い。そりゃそうでしょ。俺だって声どれだけ声張るか知ってるしね。そうそう、うん、聞こえてるでしょ。大丈夫だよね、医者店さん。問題ないよね。問題ないです。大きいって言われてます。あ、ニャンさん気にしないでください。あ、さっきのニャーさん、あの音が小さいって言ってた人がさ、私の PC がおかしいのかなって言ったから。あ、どうも、はじめまして、こんにちは。よろしくお願いします。どうも。カメラまずいっすか？いや、映るかもしれないっす。はい、すいません。動きによっては掘っちゃいますんで。あ、リスナーさんね、顔出しまずいかなと思って。ドレス、肝心なドレスさんが来ません。そうですね、楽しみですね。もうすぐです。うん、
あ、ドレさん来ました。これから始まります。楽しんでください。はい、ドレさんです。大丈夫です。大丈夫だ、はい、僕も今日思ってあれ一週間ちょっとパンパンになっちゃって大丈夫だ。いや重いっす体やっぱ。はい、力を入れないで形フォームの確認ね、はい、2ラウンド目は少しスピードで、はい、まだいいよ。でも試合中あれじゃないですか。何か試合中ないよ。試合これありますよ。プラスないよ。肘当てと膝当てはある。え、これないんすか。プラスないよ。マジっすか。ヘッドギアがないんだからないんですよ。だから俺はつけた方がいいっつってんの。なるほど。これをつけろって言ってたのがあのドルさんの意見だ。でスパーリングをするときに、はいはい、先週ちょっと出たら痛いっつってたんじゃん。なっちゃうんだな。めちゃいこんなそう言ってた。あれ軽く、そう軽くでこんなんなったんですよ。本気でやったら行きますよ、これ。そうですね、身長差すごいんで、めっちゃ取りづらいです。身長差そう、身長差があって、どれさんを優先する、その場合は。なるほどね。そうゆっくりでゆっくりで、そう体重がしっかり、特に右ストレートの場合、軸足の回転が腰に伝わって、それが肩に伝わって伸びてる。気をつけて。
体格いいな、やっぱな。いやいや、もう人気から離れて、もう出すから。どんぐらいやってたの？4、5年ぐらい。4、5年やってたの？習ったことないの試合ですか？すごいな。どっちが本当の大阪先輩と東京先輩と。大阪先輩、本当はなんかね、休んだ方がね、動きいい場合もあるんだよ。1週間休んだ方が全然伸び伸びしていいよ、はい、そうなんだけど、ね、こう蹴るっていうか、ね、そうそうそう、こっち側が一緒に流れちゃったらダメだ。こっち壁作っといて、こうそ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 う、顎は常に引いて。またやればいいな。試合はあれだけど、練習から持ち歩く。練習やりたいですね。ハイパックも持ったね。すごいな。ラグあります？ドクトルの言う通りだよ。ごちゃごちゃ言いたいやつはそれ出てくればいいんだよ。ラスト10コーナーに追い込んで、こっち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 に追い込んで、カメラに追い込んで、肘も蹴りも使って、そう、答えもう1分で測ってて、1分で鼻から吸って口から吐く。まずとにかく深呼吸して、心拍をまた下げないといけないから。休憩中は給水はあるんですか？給水ありだ、はい、ただあんまり飲むとバゼちゃう。ムエタイの人体重っぽくない？本物っぽいっすよ本物来たっぽいっすよ。あの人に教えてもらおうか多分そうでしょう。あの体型はそうだ。そうですね、あの人本物だろ本物不思議な顔して見てる。何やってんだよ、すげえぞ。あの体型ムエタイだよ、ね、鼻から吸って1分でまた元に戻さなきゃいけない。だからもう水はできれば鼻にがこうゴボゴボになっちゃうから、うがいしてちょっとそのぐらいで、うん、はい、じゃあ行くよ。少し早めに、力抜いて、力抜いて、もう肩にすごい力入ってる。で、また左のね、前の足が突っ立ってるから少しやる。そうそうそう、クッション、そう。つま先は相手に向ける。あんまり内に入らない。つま先相手に攻撃する方向に向ける。コンビネーション、ワンツーからワンツーから、おー、そうそう、蹴る位置考えてね。そんな低い、まあ足場もあるけど上から落とすね。そうそうそう、相手が入ってきた、入ってきた、前蹴り、ジャブのつもり、そう、前蹴りで距離取る。回るのは左側に回るんだ。相手の奥の手を警戒してるんだ。こっちに回って。花火ありがとうございます。
まっすぐ後ろに下がるってことはないよ。回るか、相手をプレッシャーかけて、相手をコーナーに詰めて。体重が、体重の移動で相手に与えるんです。そうそう、後ろで蹴って、後ろ足で蹴って、後ろ足は残さない。この幅を一緒で蹴ったらすぐついてる、うん、残ってる。こういう風になってるから、この幅は変わんないから、蹴ったらすぐついてる後ろ足が。そう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 、はい、タイム。今150超えました。150人超えた。150と思って少ねえと思ってで、花火2発。これカウントダウンで出てるけど、自動延長になってんの？なってない。ナイス。あと4分になってる。危ない危ない。これでもうずっと大丈夫だから。はい。これ逆光になってないですか、わざわざ。一番強いパンチ打てるわけだから、いつもこの形に戻りたいから、こういう状態とかこういう状態をなくしたいわけ、まあ、蹴るんだけど、蹴ったらすぐにこっちだったらこう、そうそうそう、あとこう飛んじゃダメだけど、こっちで飛んでこう、こっちで飛んでこう、強いの、ね、紙相撲って言った通りこうじゃん、抱き込んだったらこう、あるいはこうって使って、そう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 、この幅は変わらないです。リフェンスとディフェンスやるから。
今日はタイガースはいません、残念でした。毎回来てくれると嬉しいんだけどね、タイガースさん。体型だけ似たのがいるよ。やってくれます。タイガーじゃない。いいっすか。はい、もしかしたら後であります。最初はもう足に集中しようちょっと。まず動かないね。攻撃を。ここを狙ってくる、ここ。ね、この硬いところ。まあ、関節っていうのもあるけど、基本的にはここを狙うんですね。こっちだったらここを狙ってくる。あと、インド、ここね、ここ通って、インド。ね。だからこれ気をつけなきゃいけない。結構筋的当たるから、それは反則になるからね。サイドにステップしながら、割り箸をね、折る感覚。この対角線のやつ、まっすぐ蹴る。実はこれまっすぐで、サッカー の、はい、あのペナルティーキックとか、はいはい、コーナーキックみたいに、はい、これは、ね、角度つけないとまっすぐこう蹴るんだよ。だけどまあそれは難しいから、はい、いや難しいから、そうそう蹴れない。からまずもうランダムに蹴らないアウトロー、はい、こっちから蹴るから、はい、それを蹴っていく人が。この時にやっぱり体重がこっちに行くと一回バランス崩すことになるから、ちょっと前にもうすぐに攻撃を移れるように、はい、すげえ。おおってなりますね。だって前に来てるんですか。まずこっちからね、はい、そうだ、ここで取るね、ここで、ちょっともう感覚的に膝で受けるぐらい。ここだと何が起こるかって言ったら、持ってかれちゃう。だから、それぶつけ、そう、気持ちよくぶつけると思う。そう。まあでももうちょい実際が高くくるから、はい、実際の軌道はもうこうだからね。そう。もうこっち、はい、こっちね。ここを狙ってくるんだから、はい、それは、そう。そうなんですよ。ただ、スッと。そう、こんな近い距離はありえない。その前にパンチが出てくる、パンチにいない蹴りの距離ね、そうだね、この辺で、どっち来るか分かんない。そう、その中で、そう軽くでいい、そんな、あの、っていうんじゃなくて、イメージだと、下ろしたらすぐこう、これそのイメージ受けるだけ受けて何もしてこないと楽なんだ、相手ずっと取引してればいいんだから、はい、じゃない、もうとにかくカットしたらすぐパンチってなって、はい、連打が効かないから、はい、これメーターの鉄則なんだけど、はい、連打っていうのがあれが来たら厄介なんだ、はい、1、2、3、4ってくるから、はい、それはカットさせないためなんだ。その後も距離で潰しくてはない。これは余裕があるからカットしてるんだって、何回も蹴ってきたらもう詰めちゃうよ。詰めてこの100から0にすれば当たらないんですよ、はい、もう連打が来て避けらんねえなと思ったらすぐ来るんですよ、はい、それも本当は刺すんだけど、これ間に合わなかったら外からでもいいから、外からできればさ、はい、
例の。そしたら例の。回せるし、首相撲にもいけるし。まあ、分けられちゃうとそこらへん。急いでやんなきゃダメ。ここでさ、ずっとこういう風にやってると、それレフリー分けに来るから。もうすぐ刺したらすぐに、まあ、これで回してるっていうのはあんまり。あれ思い出しますね。CM で昔ありませんでした。シュースク、シュースク、シュースクって。めっちゃ早い。まあ、なかなかね、はい、できないですよ。相手も攻撃してくるから。はい、じゃあ、もう少し早くだけど、痛く開けるのがすぐ反応する。はい、少し、そうそうそう。同じことでしょ。外、外、外。あ、今の、今、今の。かなり外だ。下ろした瞬間に向かい来るから、はい、そこはさ、はい、今度運動クーサーありがとうございます。これもこうはな、こうはな、やっぱりこっちで目隠しするわ、こう、わかんないです。これもこう、そう、そう、ダブか左ストーク、それが一番伸びるんだ、はい、前に出てる肩の手なんだから、これ一番伸びる、はい、距離が遠いときは、これは緑球、はい、これは緑球、はい、でもこっちは中間の距離、こっちの手だと、ダブが当たったら、すぐに、はい、あ、太郎さんいらっしゃい。その次の距離は、はい、うん、もう今度はだから、水も入れて、
どうやって防げばいいか。首対首、首対首は手を取り返す。こう入れてそう。首相撲っていうぐらいで、こういう風にやってじっとしてたらどんどん持ってかれちゃう。で、ここから入れて、取り返す。そうそうそう、もうここが力の取り合いなんだ。すっごいっすね、これ。来たら、来たら、ここに入れて、こう、これ、あれだと負けちゃうとか、あるいは、ここをぼーっと刺さしておくと何が来るかっていうと、こっから肘が来る。怖え。避けらんないね。だからこの距離でダラダラしてこの距離だったら結構ダメな距離だよ。もう一番危ないし、はい、これもお互いやばい。離れ際に来るんだよ。取ってて外してくるから外し際にこういうふうに、もう何もない。ただこう上げるだけだから。だからここは危ない。危ないっすね。逆にも集中してここの時はすっごい集中して、やるかやられるかみたいな距離だから全部、はい、こっから肘なんてありえない。ありえないっす。あれは飛び込んで肘がないんで、はい、結局のところは近いから肘を、はい、ここが本当はこう打ちたいわけ、はい、遠心力でこう、はい、でも近すぎてできないからこう入れる、はい、まあ、そこは取りに行ったり距離を外したりして、はい、コメントタイムしよう。はい、さっき便利オフが来ましたね。え、嘘、なんて悪口言ってた。いや悪口言ってた。悪口じゃない。頑張れって。頑張れって。ちょっと取れてください。行ってらっしゃい。ういっすー、お疲れっすー。どう、楽しんでる。どうっすか。214名さんいらっしゃい。お、便所さんどうもでーす。楽しみっすね。僕は師匠選びは多分一番間違えてないと思いますね。ビビらずにリングに当たる和藤さんを評価できる。俺毎日ビビってるから。俺ね、この前ね、これ2週間ぐらい前なんだけど、寝てたの。寝てたら、こうやって、あーって寝てたら、上からなんか降ってきて、えって起きたの。そしたら面白いんですよ。寝てたら、ジャブ打ってたんですよ、僕。これ本当っすよ。左手がボーンと落ちてきて、えって言って起きたら、テルチャンピン戦ってて。よっさん。よっさん見てる。よっさん見てないでしょ。よっさん見てんの。よっさんは見てないじゃないですか。よっさんすごかったっすね、昨日。よっさん来てんじゃん。え、よっさんいんの。え、よっさんいんの。本当に。あと口だけ配信者誰がいるかね。いや口だけとかじゃない、やっぱみんな怖いよ。うん、やるかやらないかでしょ。よっさん強いかピッケルで参加が面白かった。よっさんスペシャルゲストいいですね。僕よっさんウェルカムですよ、ふわっち。ドカ X も誘ってやるよ。いや全然誘うよ、全然。ただつながりがさ、ほら連絡先とか交換しないとやっぱ。うん、全然俺ドカさん好きだよ。よっさん最高だよ。よっさん面白いですね。杖で戦うことになりますか。足動かねえかんな。ちょっとジュース飲んできます。ドレさんかっこいいよね。ドレさんさ、モテるっしょ。女がほった。あれあれどこ行った。あ、いたいた。117キロだから結構やるんだね。そうかもしんないですね。いいっす、いいっす。お疲れ様でーす。あ、どうも、こんにちは。はじめまして。スパリングしますか、これ。どうなんですか。メニューは全然、僕はいつもドルさんにお任せなんで。じゃあこのパンチのディフェンス。パンチのディフェンス。はい。でも匠さん、匠さん、匠さん。待ちましょうか。あ、いいよいいよ。ありがとうございます。パンチのディフェンスからこのミット。ミット、はい。うん、ちょっとやってたから、はい、休んでた方が大きい感じがする、ね。そうなんですかね。全然わかんないですけど。映してまずいっすよね。こっち側だったら大丈夫。こっちでしょ。じゃ 今は大丈夫か。今は大丈夫なんですよ。ダメだったらこっち来てとか言って。はい。逆光逆光みたいな。
見えてます、逆光になってますリスナーさん。いや、たくみさんはリスナーと同じ目線で見れるだ、映像は。まあ。あ、そうですね。仏教の話ばっかりするからだ。今川。今川と。あれ結構面白かった。俺が全然分かってねえな。全部説明されちゃった。大丈夫か。ありがとうございます。よし、じゃあ、目鳴らして。はい、スリッピングから、こう行ったら、手を下ろしていくから、こう行ったら、そうそうそう、ちょっとこれ上手いんだよ、これ。そう、もうずっとこっちやねん、こっち。ただ避けないから、今俺が外してるから。動いてないから、ちょっとは動かない。はい、できればギリギリの関数はいい。なぜかっていうと、やっぱり荒れ玉があって、はい、こういう軌道で打っておいて、こっちもあることあるから、はい、ちゃんと軌道を読んで、はい、そう、そうそうそう、こうこっち、そう、そうそう、こうのやつも、こう、顎を、はい、うん、今、スリッピングは、はい、スリッピングはもうこっちも、うん、首だけっていうか上体の柔らかさだけで、そうそうそう、それだけでいい。そういう、こっちこっち、こっちこっち、そうなの。これにこの手つけるから、こっちが来たら、これも手で叩き落とすっていうイメージじゃなくて、軌道をちょっと変えてやる。かぶせてもいいけど、最初はこれでいい。今こっち、軌道を変えて、さあ、こっち行くよ。どんなに強い動きしても軌道さえ変えれば、それを手でこういうふうに迎えに行くと、ここで隙間を切りたら、ここに当てられちゃうから。でも、あ、バンダが使ってた。そうそう、ケイント入れなきゃダメなんですよ。はい、分かりやすい人は、はい、テレフォンパンチ、電話してからパンチ打つ。この前のワードのテレフォンパンチ、はい、行くぞ行くぞっつっといて行くんだから、はいはい、行くぞ行くぞっつっといてこっちだからさ、その痛み騙し合いだって、それは体力で見て、テレとやるときは多分もう正面から打ち合いだから。そういう勢いの、はい、いかにも気持ちがくじけない、はい、で、要するになんでガードするかっていうと、ガードがあれば心に余裕ができるわけ。実際は4箇所しかから攻撃が来ないわけ。それも、まあ、確率は 100% ではないけど、大体のことはカットすれば蹴りはできるし、パンチもここに当てるすごい難しいんだ。そこさえ外せば、まあ、痛いよって言われれば、はい、痛いけど別にどうってことないよ、はい、ここさえ守ってる、はい、だからそんなに難しく、それをもう緊張して怖いから、こうなって、あるいはこうなるからもらうわけじゃない。もうもっと言ったら、怖いのは首ストレートだけなの。俺クラスになったら重いから、ジャンプの左ストレートで倒す。実際はだから、左に回るとか右に回るっていうのは、こっから遠ざかりたいから、まあ、こっちに回ってもいいんだけどさ、やっぱり引っ掛けてきて、だから左に回るっていうのは、これさえ警戒しちゃうと、それ右って言って、
こっちに分けて、からまた。お父さんが乗りたいだから気になるんですよ。ここに手があれば、どんだけここに何、ここにすり抜けてこう掲げるないから上げとけば、まだよ。さあ前蹴りでグッてなったり、ね、まだだよ。思わぬもこうなっちゃうことあるけど、すぐ構えに戻せばどっこってない。こうってない。そうけど、ただここに無防備になったら。例えばこっちの手が下がっちゃう、この手が何かのことに下がって首に夢中になったら防御に夢中に下がってるとやっぱバチンってるんですね。これを抑えてみたいですね。あとはもう例えば蹴ってきて、ね、ガードが間に合わなくてこういうガードになっちゃってももう100の力は当たんないです。ちょっとはしょがれるから、はい、とにかく遅れて目が反応してこれでもいいよ抜けてきてとにかく反応する。反応したらもうすぐ攻撃する。そのための構えがいつも構えに、それが防御の時はこう、防御の時はこう、また構えに戻って相手ももう構えちゃってで相手がこの体勢を無視してる時、要するに打ってるんですよ。ずっとチャンスガード空いてるから、できれば隠せる。例えばジャブが来て仮にした仮にした、そしたらすぐ仮にしたらすぐ打ってきた、すぐにもう打つことに集中してるから、もうできれば同時に仮にしながら出せば当たるから。なんでかっていうと相手も当たる距離で打ってる、そこに外して打てば。でもそれはもうすごい高度な技術だから、あとはそうな、お見合いって言うんだけど、はい、ここでさ、いくらよくあるのシュッシュッって当たるようにしないよ、意味ないから、はい、あるいはこの距離なのに、はい、もう当たりたくないから、はいはい、こうやってやってても、はいはい、距離を覚える。それのためにジャブを使うわけ、距離を測りたい。それで触れないってことはまだ距離が近い。あ、触ってきたと思ってそろそろだなって、こっちもガード上げないと、構えもしっかりしてじゃないとパンチの距離を確実に蹴りが届くから、距離ね、じゃあ今度はフック、左フック、右ストレートフック、左フック、左フック、正面に立ってるからこう当たるわけじゃん、はい、だからそれを、はい、まあ、落としながら、はい、まあ、うん、少し動けたね、ボディー、真ん中行くよ、はい、そういうのさ、そういうのに下段を蹴る、下段を蹴る、そういうの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 、じっとしてるから打たれちゃう。じゃあ今度はどうやって相手に当てる、相手がもし同じディフェンスの技術でフェイントを使わなきゃいけない、はい、そこでボディー振っといて、はい、そうか、はい、ボディー
ボディっていう二段打ちね、はい、そうそうそう、これが近いところで動かなかったらボディ肘回る、ね、ああそっか近かったね、はい、あとはもう一個の原則は蹴られたら必ず蹴り返す、はい、自分の蹴りで、はい、蹴られたら蹴り返す、はい、だからすぐ蹴り返すそう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 なんかいつの店みたいな、そう自分で終わる、こうは終わる、これで距離取ってこれはない、すいろかい行ってずるい今じゃあもう自分では、はい、パンチだったらパンチで終わる、こう打たれっぱじゃなくてパンチで終わる、こんぐらいかな、あとはまた見てやって、はい、アリングっていうか、まあ、その怖さに慣れてる、どんな感じだろう、なんか喧嘩してる人もいるらしいです、ね、喧嘩誰が分かんない、全くどれさん、彼の師匠がいらっしゃるの、誰と誰が喧嘩してるんだろうな、分かんないですね、はい、収まったらしいっすよ。なんで？わかんないっす。何がきっかけの気持ちだったの？いやなんか、うん、途中まで見えたんですけど、はあ、なんかリアルがなんだかんだっていうのは見えたんですよ。要するに、はあ、喧嘩は俺がいさめた。ああありがとうねビリーさん。うん、喧嘩はダメよ。うん、ダメダメ。ダメダメ。うん、あ、そこも、あれ2人がここなし、あれいつもの場所はダメかな、うん、あそこも逆光でしょ、ここじゃない、伸び切ったところだった、この距離だ、はい、うん、当たった瞬間だけ握る、うん、そうそうそう、どっちかっつうと上からこうちゃんと落とすから、ね、分かる、ここまっすぐなんだけど拳で一個ちょっと当たった瞬間クッて落とすから、うん、伸びて、うん、距離が近い、そうそうそう、ボサボサです。当たる瞬間に握る。そうそうそう。そう、そう、そう。そう、近い。伸ばしたところだ、伸び切ったところ。そうそう、そこで当たる。ここで当たる。今ここで当ててる。足が同じ。こっち蹴って体重。で、最初は形でいいけど、あのスピードっていうより、スナップっていうんだけど、綺麗ね。この肩の腰の回転でピッて。そうそうそう。力入れなくていいから。当たる瞬間。こう。これは相手を受け取らせて相手のガードを壊すためのものだから、こっちで倒すあれじゃないんだ、そうやって入れなくて、
からこっちの肩が出てるとか肩を入れ替えるそうそれとね、もう顔とっついちゃってまあ当たんないからいいとも言えるけどだから見てないと当たんないよこの白いとこおっしゃってる端っこの間を早く打つっていうか、ワンがもう下がるときにツーだ。ワンツーって打ったらワンツーってやられちゃうから。花火2発来ました。おー、ありがとうございます。アイラがおちょくってる。いつものことだろ。アイラ友達だから。でもアイラキックボクシング7年やってたんでしょ。なんか練習書いてあった。あ、でも、ね、書いてあったよね。アイラ7年やってたんでしょ。ねえ、これバカにするんだ。簡単だから、はい、アイラ出りゃいいのにね、そんなこと言ってないね。アイラ出たらすごい盛り上がりますよね。どうしよう、急に一回シャドウやろう。シャドウからだ、ダメだ。お、いいパンチしてんな。やっぱ試合出てるしさ、なってないっていうか、できてるね。今日、マスクかぶせたら大変だった。答えが答えが答えが
え、カラトもやったことなかった？カラトっぽいの。よく言ってるよ。どれが正しいなんてないの。自分のしっくりくる仕方がない。バーベルにちゃんと上がってる。まあ、いい使いしてるね。動かしちゃうスタミナなくなる。そうやけど動かしちゃう。何がこれ眩しくない？あれも無理。じゃあジャブからして。あれか白いところに拳が当たるよね。で、まっすぐね。伸びてるの分かる、はい、これを見てもらえた人のやってるのを見て、これがスナップが効いてるっていう、設置時間が短い、わざわざおっしゃってる、はい、強く打ちたい、じゃあ弾く、じゃあ、はい。
すねで、ここで当てられると。うまい。そうそういうこと。こっちに。もう少しで300。そう。なんでかっていうと、それに合わせてさ、正面で来て。誰かさ、俺よりさ弱いリスナーちょっとよ誰か来てくんで。2週連続おかしいですよこの流れ。2週の連続ガチで。なんで全員俺より強いんだって。俺より弱いやつ誰か来て。いいね先輩。心臓がババクソ。すげえなんか。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。いいね。心臓が。心臓が。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。勉強になりました。すげえ。疲れる時は置いちゃうっていう手もあるよね、うん、起きる場所あればね、うん、いやもうああいうとこに置いちゃうのよああなるほど先輩いやどうだろうないや殺されちゃうそうどっちか気がするいやいや本気でやっちゃうからダメだダメですよねタイガーガチだからな
いからしっかりやればさ肩が回るから全然この距離近すぎるぐらい。違うよ、みんなのコメント聞いてるの。お願いします。本当にありがとう。あと何分？あの、全然まだ出てないですよ。どこ行ったんですか？まだ半分ぐらいあるかな。あ、1時間半、まだ大丈夫だね。みんな見てる？ありがとね。284名さんいらっしゃい。ありがとうございます。楽しんでってください。こういう時はね、ドルさんを映してあげて。何も映ってないとリスナーさん、いなくなっちゃうから。まだ映ってないんだよな。2週連続スパー。え？え？何？大阪先輩ってやるの？じゃあ誰でも変わんないよ。目線が外れちゃうこと、下向いたり、あるいはもう顔そらしちゃうと。で、そんなに動かなくていい。だって相手が攻撃してくるのに避ける必要ないでしょ。ただ、同じ位置にいると打たれるから、そらし外して、ね、そうそうそう、それくらいに。来たら、来たものに対して反応すれば、来ないんだから反応しない。で、相手が打ってこないってことは攻撃したら、相手が何もしてこないんだ。攻撃だし、その代わり相手はマウスピースもヘッドゲームしてないんだからバコンって言っちゃダメだ、はい、じゃなくて避けてくれるから、はい、向こうはほとんど手出さない。相手から教えるけど、はい、触るぐらいだから、はい、マスですよ。マスマスっていうかちょっと当てていい、はい、ちょっと当てる、はい、マス。僕なんか分かった方がいいんだ。大丈夫？あ、大丈夫です。はい、大丈夫です。はいです、よろしくお願いします。3分測って、最初に来ると、目慣らしっていうのが、だいぶマスクです。だから、打ってこないで打っていいんだよ。もう測ってます。いいですか？いいです。はい、気がつくと。はい、出るか。出る。
ろ。パンツロ。そう。はい。ちょっと真ん中だ。そうなん先輩が。いやいや全然です、ね。練習所属者が強いですね。三分長い。長いっすよね。ずっとやってたもん。やっぱ息がすぐ上がってた。先週までだってさ、まだなんともなかったんだ、はい、時間が経つもん。OK です、わかりました。あ、すぐやん、死んじゃう、うん、どれだよ、やべ。竹下さん、ごめんね、疲れてるぞ、全然。座ってもいいかもね。わかりますよ。みんな、楽しんでってね。どうも。よろしくお願いします。みんな楽しんでってね。
変なんですか。夜アンコにちゃんとした人に。タバコ吸いながら入場したいよ。はい、タバコ吸いながらプロレスやるから。それやりましょう。あ、でも会場内って多分禁煙、各現金だから、まあなんか煙が出るギミックのおもちゃでタバコ吸いながら。テレフォンだから分かっちゃう。大丈夫か？なんでそんな疲れるかって言ったら力が入ってるから、気合い込めると、はい、力むのは違うから、ミットみたいに打てば理屈的には3分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 持たないよ。
やっぱりさ、あれだけ思いっきり蹴られたら俺だって痛いのさ、ミドルキック、はい、ローキック、はい、あれ打たれてる時はもうガラスしかないから、はい、蹴り強いよだけど、はい、さっきも言ったけど、はい、パンチから蹴りからパンチ、蹴ってる時は隙があるから殴られると思ってないと、はい、全部落ちます。そうだね。だから逆に手出されながら蹴られてやっぱ避けられない。2回ももらってごらん、はい、ローキックを、はい、もう痛くてさ、はい、避けない、はい、よし、じゃあ次は先輩かよ、俺。あれそうだ、すげえな。じゃあこういう風にやるんだよって。これ見ます、はい、マスボクシングみたいな、このぐらいでいいんだよって、はい、あんなにさ、気合い入れて一発でぶっ殺しちゃうっていう練習になんないから、全部避けられちゃうんだもんだって。一回も当たんなかったよ。ローキックしか当たんなかった。落ちました。そう、すみません。じゃあ3分、彼女は時間かかって。もっと引き、引き。それで、もっと引き、もっと引き。ワードを止めてんだね、すみません。それで、うん、下すぎる、上。そこ。そこ、固定。で、ゆっくり右にちょっと傾けたら、ゆっくりね。そう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 、そんな感じ。うん、超綺麗。そう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 、真ん中に寄せてゆっくり後追いする感じ、超うまい。おやさんのパンチめっちゃ速いんだな。おお、コンビネーションワンツースリー。おお、すげえ、ワンツースリー返した。返す、はい。何でも消えたら、はい、蹴る、蹴る、はい、蹴る、蹴る、すげえな。あ、大丈夫か。カメラワークうまいや。うお、重い。いわけ。でもさ、ザブ早いね。あちゃ、あちゃ。あ、来た、インロー来た。あ、返した、すげえ。うわ、インロー、インロー。はい、はい、すげえ。ワンツースリー、感じは。ゼロさん、できる。あと1分です。おお、3発。あと20秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。
はい、どうぞ。すげえな。はい。はい。絶対その。はい。同じ戦いですか。バンクスリー、バンクスリーとか。コンビネーションがすごいですね、やっぱり。サンスパンって、あの、ロゴの手のやつ。ちょっと足と混ぜないとか。あーちゃん、遊んで。あ、引き当てさん、花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。2月です。はい。持っていったらさ、体重が乗ってる方を蹴ってあげた。こっち行ってる時、ここに乗ってるわけ。はい、こう遠藤払ってやる。ここに乗ってるのか、蹴られた。はい。割とクランプやってる。何も問題ないことは心配してるから、要は顎を出せないと怖い、脳が入れちゃうから。やめてさ、最後に筋トレやるよ、サボってたやつだ。やっぱりやんなきゃダメだよ。もう下からちゃんとシャドウと腹筋背筋ぐらいやんないと。膝を抱え込む、上げる。それをやそれをたくさんやんないと。今日50回、今10回だ。
ダメだ、体重い。これがな、このほっぺたが今80、ちょっとあるでしょ。80超えました。81やな。ありますあ、レクチャーハートありがとう。やばいっすね。気持ち悪い。よし、今日はもう終わろう、これで。はい、ありがとうございましたお疲れ様です。お疲れ様でした。風邪ひいてたのか、うん、じゃあもうアンチに叩かれすぎて、あ、フラッと、あ、あるあるですね。アンチそんなにいなくないですか。いるんだ。いるんすか。まとめ入んなくていい。ワケおじさん、コメント最後で読んであげなかった。まとめっつっても、もう長いもんね、みんなね。うん、まあ、結果が全てなんで、結果、パパ来たの？はい。結果が全てなんで、はい。試合楽しみにしててください。お疲れ様です。ありがとうございました。今日もよく頑張ったけど、あと2回ね。あと2回ですね。2回ね、うん、まあ、やっぱり今ね、ところてん状態な。教えると覚えて、はい、なるほどと思うんだけど、はい、使うとき忘れちゃうんだよね前にやったことが、はい、だからそれを何度も繰り返して、試合の日までに何個覚えてられるかっていうね、はい、何個出せるか、うん。蹴りがやっぱ効果的だと分かったでしょ。パンチ当たんなかったら、はいはい、なんかパンチっていうか当たったこと一回もないですよ。タイガーマスクも剣もドレザーも避けてる。全然分かりますよ。だから僕はパンチなんだって。あんな思いっきりってのは俺だって食ったらやっぱ倒れるもん、はい、避けるしかないじゃん。なんで当たるんですか、ドレザーのパンチは。踏み込んでるからなんですか。距離がつかめてないのと、はい、要はちょっと外してるのと、はい、まあ、早く打ってるから反応する前に打っちゃうから。ああ、あと見てないんだもん。こうやってるところ打ってんの、ボコボコって、はい、見てないから、はい、もうこうなっちゃった、はい、パンチ当ててみたいです。
だから、はい、当たんないんだったら当たんないパンチ打って疲れるより、はい、蹴りは、はい、避けられようがどうしようが当たるんだから、はい、あれ当たってるちゃんもバチバチ蹴って、はい、動けなくしちゃえばもう、はい、避けられないんだって手伝っていいよ別に、はい、ここだって、はい、蹴っちゃう。そうですね、パンチ当てたいな。だから作戦としては1ラウンド目俺はね足を殺すんだよね、インロー、はい、あれ一発をね、一発で壊せるから、でも足引きずり出したら、はい、この前足潰しちゃえば、はい、もう踏み込めないから、はい、そしたらもう離れて、パンチ当てたい方だからね。だから1ラウンド目、なるべくロー当てて、足ぶっ壊して。で、それも、はい、蹴りだけだと当たんないから、こっちは当てる気なくていいんだもん、蹴りがメイン、はい。パンチ出しながら、ドーン、パンチ出しながら、ドーン、蹴れて。蹴りでいけば。うん了解です。ちょっと1週間ぶりっていうことに、はい、体調的にあと2回頑張ります。はい、よろしくお願いします。ではでは皆様お疲れ様です。ありがとうございました。オツです。たくみさんありがとう。どうもたくみさんもオツです。大阪先輩、すごい助かりました。すごい勉強になりました。ショッピングライト毎回すごい人が来る、ね、何なんですかねガチ勢ばっかりなんですよ。弱い人募集中です。僕より絶対弱いっていう自信のある方はぜひ来週来てください。お疲れ様でーす。わざわざ閉めて、はいはい、どうもお疲れ様です。皆さんありがとうございました。ドレさんが売名目的じゃなくてマジで教えてくれるならかわいそう。なんで、うん、ドレさん売名なんか全然考えてないよ。俺も試合だから。そうですよね。選手俺からお願いしたんだよツイッターで。知ってんじゃねえか。いやお世話ってるのは教わってるんですけど、うん、お疲れ様です。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。